佐々木と申します。今日一日よろしくお願いします。皆さん手拍子お願いします。始まりは単純で友達と思っていた。彼がいる君のこと好きになるなんてまさかね。踏みしめ鳴らす音、隣で僕と聞いてたのは君だったね。君と誰と僕と彼女と一つの傘の中、みんなは入れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね。君も一番僕のことを見てきて約束。他の誰にも話せないこと、なぜだか全て話せちゃうんだ。君の前では一番自由でいられる。舞い散る桜の花びらも降り積む雪も、隣で僕と見ていたのは君だったね。君と彼と僕と彼女と二つの椅子なんだな。みんなは座れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね。君は一番僕のそばに続けてくれたよ。僕と彼女と一つの傘の中、みんなは入れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね。君も一番僕のことを見てきてくれたから。君と彼と僕と彼女、みんなが本当笑える。
とうございます。はい、皆さん改めまして大崎東郎と言います。今日は一日よろしくお願いします。ここで鶴見のアウトレットパークで結構歌わさせてもらってるんですけど、正直あれですね、今日が一番歌いにくいかな。なんやろ、お客さんがいつもより少ないっていうのもあるんですけど、次の曲はちょっと三代目 JSOULBROTHERS さんのちょっと盛り上がる曲をちょっと用意しちゃったんですけど、ちょっとこれは厳しいかな。皆さん声出す元気あります？いけますか？いけますか？それではちょっと期待してますよ、ほんまに。皆さん頼みますよ、ほんまに。いきましょう。それではお願いします。